62号機前節の油質モーターです。助走距離を取りました4号艇の鈴木武史、昨日の第7レースは陰線で勝ち星。5コース5号艇の久田、昨日はワンツー、最アウト6号艇の伊藤義智、こちらも今日は1回走り、大外からの立ち回りになります。枠なりの3対3、進入台形は定番通り、並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番の台形で今スタートいたしました。スリット通過、大きな差ありません。一周一マーケットから先行争い、最初の勝負ところ、各メンバーが殺到。まずはインから逃げる体勢は1号艇、2号艇が差し構え、3号艇が左右長を指すバックストレッチ向こう上面、陰線はちょっと流れておりますが、なんとか陰線を仕切る構えか1号艇の下慎一郎。しかし内側の方から今度は2号艇が接近して、おっとここでアクシデントです。2号艇が落水を期しておりまして、しておりまして、4号艇もちょっと振り込む形、1番5番6番の体勢となって、今2マークを旋回、スタートは前提正常、スタートの方は前提正常です。上位の体勢は現在は1番5番6番、4番手には3号艇の一之塚追走という形になりまして、4号艇は構想を続けております。なお2号艇の大谷健太でありますが、現在落水を期しております。アクシデントがありましたバックストレッチの中央、上位の並びは1番5番6番。なおこのレースでありますが、1号艇の吉田慎二郎は妨害のため失格、そして2号艇の大谷の方は落水のため失格となっています。従いまして上位の並びは5番6番3番の体制、なお4号艇が現在はエンストを期しております。4号艇は現在エンストを期しております。従いまして現在は3艇の構想ということになります。このレースは1号艇が妨害失格、2号艇が落水失格、そして4号艇は現在エンストを期しております。5番6番そして3番の体勢、バックストレッチ向こう上面に入っております3艇の構想。ここはアクシデントがありました。トップは5号艇したら2番手追走、6号艇の伊藤、そして3番手に3号艇の一ノ瀬です。2連単の56、89.9 倍、3連単の563というのは 327.7 倍です。なお4号艇の鈴木もエンストのため、モーター停止のため失格となっています。なおこのレースは1号艇の吉田慎一郎は妨害のため失格、2号艇の大谷は落水のため失格、4号艇の鈴木武史はモーター停止のため失格となっています。それでは第5レースはゴールです。今1着で5号艇の久田ゴールイン、その後大きく水が開きました。6号艇の伊藤義智も今2着でゴールインです。3着3号艇の一ノ瀬ゴールイン。なおこのレース1号艇の吉田慎一郎は妨害のため失格、2号艇の大谷健太は落水のため失格、4号艇の鈴木武史はモーター停止のため失格となっています。